しい、また話題になりますよね、これね。もうこれはもう今、綾野剛とか、しょんべんちびりそうになってるでしょ。そういや、だって綾野剛君は、刑事告訴なんかしたいと思ってなかったと思いますよ。ああ、誰がやらせたんですか。いや、それはマタさんでしょう。マタさん。多分ですよ。だからこれね、綾野剛君の場合、未成年に飲酒させて一応卑猥なことしたっていうのはある意味ジャニーさんと同じじゃないですか。綾野剛君は相当やばいと思いますよ、これ。やばいっていうのはその法廷でいろいろ暴かれるみたいな。そりゃそうでしょう。だってそんなの証拠もあるし、その女の子も実際画面映像で喋ってるわけだし、うん、なのもだって虚偽告訴罪になりかねないですよ。あ、そうなんだ。だって嘘の告訴は犯罪ですからね。だからガーシー帰ってきて、いや、あなた未成年って分かった上でそういう肉体関係持って、それでガーシーに対して名誉毀損って言ってるんですかとかって、まあその辺はさすがにケアはしてると思うんですよ。あのどっちかって言ったら薬物の方みたいなことをね言ってたから。ああ、なるほど。ガーシーが要は綾野剛君に関してね、だからそっちの方は証拠がないから多分そっちを言ってるんだと思うんですけど、ただ返り血浴びますよね、綾野剛君。そうですよね。まあ、刑事裁判の中で有罪無罪を決めるときにやっぱりそれは主張しますよね、多分。いや、そうですよ。だからそれでガーシーがもう帰ってきてるわけだから、綾野剛君に対してもこっちも名誉毀損で訴えれますからね。綾野剛はじゃあ法廷出てくるんですかね。まあいずれにしてもそのいわゆるガーシーが戻ってきたら知らぬ存ぜぬでは済まんでしょ。でもそれ返り血を浴びると思いながら刑事告訴したわけですもんね。だってだから帰ってこないと思ってたんですよ、多分。あ、そういうことか。日本に帰ってこない説は、だって僕も絶対帰ってこないと思ってた人だもん。そうか、そうか。もう、これはもう間違いなく次の解散総選挙はガーシー立候補ですよ。やっぱりそうなの？いや、そらそうでしょう。僕としたら、ほんとガーシーありがとうだから守るんですけど、だって繰り上げした上で帰ってくるは僕としたらすごいありがたいんです。ああ、なるほどね。斉藤議員誕生させた上で、これ白黒はっきりつけに帰ってきてくれるってなったら、うん、だって仮に実刑食らうにしても3年ぐらい裁判かかるわけで、うん、その間に2年以内に選挙があるわけだから、もう選挙でガーシー無実だとか、ガーシーの言ってることはほぼほぼ正しいんだから、こんなガーシーを辞めさせた国会議員に政党に入れるぐらいだったらガーシー応援しようぜみたいな。これでも本当にガーシーはビビりすぎてて帰ってこなかったけど、うん、これ本当ガーシーの第2章ですよ。これ第2章ですね、確かに。だってもうどんなにガーシーが悪もんだと言っても、いや、ガーシーは正しいっていう人とこれはとぶつかり続けるわけですもん、ネット上とテレビで。ああ、おそらくね。まあもう二極化しますから、うん、で二極化してもらってコンテンツとしては強いですよね。だからまあ次の衆議院選挙でね 4% 取ればいいわけで、 4% 取れば5議席ぐらい取れるわけだから、すごいな、これね。僕ね、本当なんだろう、次本当解散総選挙やったらうちちょっと厳しいなと思って、議席厳しいなと思って見てたんですよね。はい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 。とりあえず、中南ステレビの販売で、お金儲けに集中しようかなと思ってたんですよ、次の衆議院。でももう、これで一気にガーシー擁立で、多分、やっぱりすごいあれでしょうね。注目集めるでしょうね。まあまあ、どっちにしろ、その、罪状は公職選挙法とか、その、贈収賄じゃないんで、選挙には立候補できると思うんで。そうです。もうこれはもう 100% 立候補できるんですよね。うん、だから日本国籍がどうなってるかだけちょっと知りたいんですよね。どういうことですか？日本国籍なくなってるってことですか？一応彼だからパスポート返したじゃないですか。はい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 。ということは他国のパスポート入手してる可能性あるんですよね。ああ、まあでも、そんな簡単に日本国籍切れないですけどね。うん、いや、それであればいいんですけど、なぜ高橋理央さんも立候補したんで。そうですよね。まあ、それは、衆議院の場合は、結構力技でいけるんですよ。へえ。参議院はガーシーって書いて1票なんで、もしガーシーに日本国籍ないって言われたら28万票消えちゃうんですよね。でも衆議院はその政治家女子法廷と通って政党名になるんで。ああ、なるほどなるほど。そう、仮にガーシーが無効になったとしても票は減らないですよ。そんなところまで見てるんだ。もうだってガーシーにこうしてもらうのはほぼほぼ規定路線ですもん。いや、本人とも話してるんですよ、だからそこは。ああ、なるほどなるほど。うん、だから次の選挙をまだ公認してもらえますかとか、もちろんもちろんって言って。相当前の段階からそんな話はしてますよ。また盛り上がりますね、これ。いや、だってそれこそジャニーズの
人たちも公認しちゃえばいいわけでしょう。ジャニーズの人たち、ジャニー北側になんかやられた人たちが、はいはいはい、ガーシーと一緒に立候補したら結構盛り上がるんじゃないですか。盛り上がりますね。だってその人たちからすれば、うん、今売れてるジャニーズの人たちに対しても思いがあるかもしれませんからね。確かに確かに。何言い出すかわからないですよ。お前ら結局黙ってて俺を裏切りやがってとか言い出したら批判出ますけど、うん、まあそうは言っても 5% ぐらいの人は共感してくれると思いますもん。確かに確かに。お前らが見殺しにしたんだろうっていうことを、何お前らええこぶってんねんみたいな。これでも本当ガーシーはすごく緊張してるかもしれないけど、こう笑い話いけると思うんだけどね。だってそんな人を怪我させたか殺したとかじゃないから。まあそうですね。ね、こんなの別に芸能人のちょっとスキャンダルを言ったに過ぎないから、もちろんね、そらお金騙された人もいるから、あまりそら茶化したいかんけど、まあそうは言っても、うん、ねえ、まあお金の方は返したんでしょ。そうそう、被害者には返してるので、で今のところ誰一人民事も請求もしてきてないですよ。例えば綾野剛の事務所もお金、債務存在の訴訟を売っても何も言ってこないんですよね。うーん、金払いとか言ってこないんですよ。はい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 、はい、でこっちは他なんか国会議員の間だったら差し押さえできるから、国会事務所の方に訴状送ってこいって言っても誰一人来ないんですもん。なるほど。うん、なんか全然ですよ。スマホできるっていいですね。すごいよね。とにかく俺たちは味方だよ。もうこれ本当ありがたい、ガーシー、うん。もうこれ本当答え合わせができるから。うん。答え合わせ、いわゆるもうガーシーが言ってたことがどこまで本当でどれが嘘かっていうのが明確にできるじゃないですか。それまたガーシー劇場になっちゃいますね、法廷が。もうそれこそ、だってちょうど去年の今頃ですよ。うん。僕がテレビ朝日追い出されたの。そうかそうか、そうでした、ね。うん、テレビ朝日の報道ステーションがなんか言って、なんかそのテーマに沿ってない発言ですって言われて、あれちょうど1年ですもん。去年の6月ですよ。ああ、なるほどなるほど。あの時だって僕のことを多くの人は頭おかしな人って思ったと思いますよ。あ、そうですかね。いや、多くの人はだって何言ってんだこの人、なんかテレビは核兵器に勝る武器だとか言ってるわけですから。ああ、そうか、そうか。テレビは国民を洗脳する装置だとか言って追い出されたわけだから。でもそれを見て松浦、マックス松浦さんは立花さんすごいって言ってくれたんでね。ああ。松浦さんにもちょっと言って、ガーシーの出所祝いっていうか、出所祝いじゃないな。なんて言うんだろう。逮捕されて、保釈されたら。え？そのパーティー怖いな。え？ちょっと松浦さんとのツーショットもこうやって。堀江さんが、堀江さんが松浦さんに会った次の日に僕会ってますから。六本木で。